はい、皆さんこんにちは。 BT オークション顧客サポート部のネンチーです。すいません、今日はちょっとバタバタしてまして、今回ですね、このライブ放送は今回大あのイベントのアメリカの選挙についてちょっとゴシップ話ということでちょっと説明していきたいんですけども、もう数が多くてですね、正直何しまとめれなかったです。またかよみたいな、まあその通りなんですけども、本当にもう見てください、こんなにいっぱい書いたんですけど、まだ数えきれないほど言いたいことがいっぱいあるんですけども、まずはですね、ちょっとまあバックグラウンド的なもので、まずはその選挙のまあゴシップ話で、今後その方向性どういうふうに動くのかなっていうところをエキスパートの方にちょっと聞いてみましたが、まあそれも後ほど説明します。で、ナンシー的にどう思うか、あんまり誰も聞きたくないと思うんですけども、はい、そちらの方もちょっとまとめてですね、放送していきたいと思います。ということで、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいよ。みんなからのチャットが見れるようにしとこう。あ、いけるかな、これで OK かな。はい、なんかすごい、はい、OK ですね、これで。はい、ということで、ツイッターで上げるの忘れてた、まあいいや。はい、ということで、まずはバックグラウンド的なこと、皆さんご存知ですよね、アメリカの、大統領選挙、今誰が主にグイグイ言ってるか、2人いますよね、誰か分かりますか。それは分かってますよね、ヒラリー・クリントンと、あとトランプ、ドナルド・トランプですね。この2人が今選挙、はい、今度の大統領になろうと思ってグイ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 言ってます。で、結構日本ではどうなのかちょっと分かんないんですけども、結構皆さんこう何ですか、ニュースとか見てそのまま選挙でどうなってる、ディベートがどうなってるかとか放送されてるのかな。結構私が住んでるところであれば放送とか行ってるんですね、そのディベートがライブでやってたりとか、そういったことでみんな盛り上がって、うわーみたいな、いいよったトランプみたいな感じですごい楽しくワイワイしてるんですけども、日本がどういう状況かちょっと分かんないので、ちょっとそういう話も入れながらですね、ちょっと説明していきたいと思います。で、今回はいこれヒラリーとあとドナルド・トランプ、はい、で、まあドナルド・トランプ派もいるんですよ。びっくりしますよね、皆さん悪い噂ばっかり聞きますよね、ドナルドの。ナンシーも一緒です。しかしですね、ヒラリーの方が絶対いいだろうということで、皆さんツイッターで私投票で選挙どうなると思うっていう形でこうやって投票したんですね。アメリカ選挙どっちが勝つと思うということで、ヒラリー 73%、 これ59人が私も入れたかな、私もやったかもしれないです。でも59人ほどが 73% ヒラリーって言って、トランプがちょっと少なめだったんですけども、実はですね、ナンシー正直フェミニスト、はい、もういけみたいな感じで女性をすごい応援する派なんですけども、もともと私のマミーも絶対ヒラリーだよとか言って結構言われたんですけども、でですね、このヒラリー、私前のディベート、3つ目のディベート、後ほどどういう話をしたかっていうのをちょっとナンシーがこう演技してですね、こうやろうと思うんですけども、見た時はあれ、私ドナルドかもしれないみたいな、ドナルドじゃなくてトランプドナルドって誰だよみたいな、はい、ドナルド・トランプ、はいはい、で、そうなんですよ。で、意外とあれトランプかな私みたいな感じになってですね、で何ツイッターでいろいろやっぱりそのディベート放送の後っていうのはみんなぐわーってツイッターで盛り上がってたので、私もちょっと参加してこう誰か投票こういうことをしてたんですよ。で、昨日のディベートでどっち派になったっていう投票があって、私ちょっとひっそりこうトランプってやったら案外一番多かったんですよ。だからトランプもありえないこともないなって思いました。嫌ですよ、嫌なんですけども、さすがにディベートが面白すぎてですね、面白いものが好きなアメリカ人からするとおーこれすげーみたいな感じで、どうしてもバカみたいに投票してしまうんですよね。はい、ということで、まあそれはさておき、あ、ライトさんこんばんは、今日もよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくです。あれこれ誰かな、名前なしさん、始まった楽しみ、こんばんはということで、はい、こんばんはです、こんばんははい、はい、ナンシーも今日はちょっと真面目な話をしようと思います。
って言いながらもゴシップなんで、ちょっとゆるくいこうと思います。ということで、ヒラリーかーみたいな、あのヒラリーこう見えて、ちょっとあの過去をちょっと説明していきたいんですけども、ヒラリー実は見てください、美人じゃないですか。ナンシーこれ見た時わーって思って、こんな感じのカットとかなんかいい感じですよね。で、あのフルネームヒラリー・ロッドハム・クリントン、あの多分真ん中の名前もう一つあったんですよ、多分4つぐらい名前あるんですけども、全部で。で、元、まあ元っていうか弁護士さんなんですね。で、1993年か2001年、あのクリントン大統領の時に彼女がまあファーストレディーであったっていうことで、彼を結構支えてたのも彼女っていうことはもうみんなが知ってることなんですけども、結構やり手な、はい、女性ですね。で、アメリカの合衆国上、なんとかなんとか、これ漢字読めないんですけども、セネットに入ってます。だからもうすごいあのそういう法律とか政治関係団体にはもうずっと関わりがあって、ずっと働いている方ですね。で、民主党ということで、はい、そうなんですよ。まあこれすごいベーシックなんですけども、でもナンシー、あのヒラリーは結構昔からすごいなって思って、結構あのちびながらも、あ、すごい女性だなって思いながら結構母にも言われてきたので、あの頑張ってって言いたいところなんですけども、この写真のようにちょっと怖いところがあるということで、あの実際にアメリカの、まあこれ後ほどまた説明するんですけども、みんなどちらかというとアメリカ人、あの選挙投票したくないなこれどっちもみたいな感じになってるんですね。で、その理由はまた説明していくんですけども、で次はこのドナルド、問題になってる話題のドナルドですね。はぁみたいな、めっちゃ外人ですねここということで。でも彼にもこういったちょっとあのかっこいい時期がありました。かっこいい子もないんですよ、私のタイプではないんですけども。竹パパさん、なんとか間に合った、ナンシー今日も楽しんで見てます、ありがとうございます。もう楽しんで、はい、楽しめるかな、今日はちょっとなんだこれみたいな感じで、あのね、アメリカの選挙ってどうでもいいやみたいな感じの方もいると思うので、ちょっとあれなんですけども、でもナンシーはあの分かってた方が明日に向けて楽しいと思います。で、ヨシさん、ナンシー素敵、トランプ勝つよ、ヒラリーは嫌いヒラリーは嫌いなんですか、ちょっと意地悪そうってか、なんか私の意見から言うと、ヒラリーっていうのはなんかこうなんていうのかな、もうなんか何でも全て やりこなすよあよみたいな感じで、すごいなんか生きった感じで綺麗みたいな感じなんですけども、中がなんか腹黒そうというかちょっと怖いんですよね。それに対してトランプはうらーみたいな感じになってるので、あの結構なんか正直に全部悪いところも出してそうなので、裏がないっていう意味ではナンシーは、うん、まあ好きかもしれないですね。でもですね、でもなんですよ、でも両方とも無理、はい、ということで、アキさん、ゴシップ楽しみそうなんですよ楽しみにしていてください。で、ドナルド・ジョン・トランプ、ジョンがついてるんですよ、名前ジョンで、70歳ということで、ヒラリーはあえて書かなかったんですけど、でも69歳なので1歳違いですね。で、生まれも育ちもニューヨークということで、ヒラリーは確か生まれが違うかったと思うけどな、でも結構ニューヨーク育ち、ずっとニューヨーク育ちですね、ヒラリーも。で、共和党っていうの、うん、リパブリカンですね。で、ビジネスマンで、テレビ番組のプロデューサー、これもリアリティ TV ショーズで、日本語ではなんていうのかな、まあ番組で、こうなんかマジかよみたいな番組に結構出演してたりするので、え、それが大統領みたいな感じで結構ブーイングも食らってます、アメリカで。で、不動産の会社を持っているっていうことで、なんか30歳ぐらいの時にですね、まあお父さんが結構いい感じにお金持ってるあの投資家だったみたいで、で彼の会社なんとかトランプみたいな感じを、もう完全にトランプみたいな、トランプオーガナイゼーションって言って、あのトランプの組合みたいな感じにして、あのそういう不動産業をそのまま継いだそうなんですね、お父さんから引き継いで。でその後もずっとやってるってことで、あのナンシーもハワイのあのトランプホテル、はい、泊まったことあるんですけど、なかなか良くてですね、はい、ナンシーのちょっと過去を言っちゃうと、ナンシーそこでプロポーズされたんですけど、まあうまくいかなかった、はい、話まあそれを置いといてですもう何を言ってるんだろう、はい、ということで、はい、その話は置いてですねはい、で経済学士号を取得しているっていうことで、あの
ナンシーですね、実はこうなんかいろいろニュース見てるときに、彼に経済をやらしたらもうとんでもないことになるってことで、相場もとんでもないことになるっていうことで、だんだんあのみんなが結構悪ネタを出してたんですけども、でもみたいな、ナンシーこれ知らなかったんですよ、経済学士号持ってるのダメなのみたいな。でそれもちょっと後ほどのポイントとなるんですけども、はい、ということで次に参りましょうか。で、結構面白いのが、この両方ともゴシップの出し合いみたいな感じで、いろんなところからこう出てくるんですけど、まあヒラリーで言うと、この彼女の問題じゃないんですよね。まあ彼女の問題、まあ人の問題、まあどうなんかな。あのクリントンがすっごい問題の大きなあの方だったんですけども、36人の女性たちがあの彼に何かされたみたいな感じですごい報告してるんですね。でヒラリーもこんな、もうまたかよみたいな、で彼もやばいみたいな、そんな言わないでくれみたいな感じになってるんですけども、あの結構彼はアメリカで有名なのは、もうごめんなさい、言葉があれなんかもしれないんですけど、ズバリ言うともうセックス大好きみたいな感じの人なんですね。あの女性を触りたがるっていうか、あのレイプのあのなんかこう話もあるし、あのまあレイプまで行ったかわかんないんですけど、まあ、セクハラとかですね、もういろんな大変なあの男子でですね。でもそれにあの付き添ってるヒラリーもヒラリーですごいなって思うんですけども、でもまああの前回のディベートですね、あのその問題を出してきたんですよ、トランプが。ですごい面白かったのが、そのディベートをしてる会場の中に、そのトランプになんか触られたとかなんかえらいことされたっていう女性を連れてきたの、多分トランプがお金払ってるって思うんですけども、連れてきて、で彼女がもうなんかもうシクシクみたいな感じでこんなんいいのみたいな感じだったんですけども、あのいてですね、でなんかあのヒラリーは、まあ、トランプに君の旦那もえらいことなってるのに、君の旦那がえらいことしたのにもかかわらず君は笑ってたよねあの時みたいな感じで、僕はそんなんが許されないみたいな感じですごいディベートで言ってたんですけど、ヒラリーはみたいなあのまあちょっと皆さんちゃんとしっかりあの記事をいろいろ読んでくださいみたいな感じで、彼女はあのスルー結構してたんですけども、でも彼 の, あの旦那っていうのか夫、どっちか日本語わかんないんですけども、すごい大変です、はい、でクーさん、サラリーと爆弾発言聞き逃しませんでしたよそうですね、でももうここはアメリカ人なのでズバリ言います。でヒロヒロ面白い、そうなんですよ、ヒロヒロさんもう、でももうこの人がもう、これは世界共通かもしれないですね、ちょっと日本では分かんないんですけども、でももううん、ハズベンドが問題っていうことで、ここは別にちょっとスルーしてあげてもいいんじゃないかなって思うんですけども、でもまあそのトランプがあの攻撃してるのは、君そんな状況でもよく笑っていられるなみたいな、で金払ってそれで済ませるのかみたいな感じでツンツンってしてるのがトランプです、はい。でそれに対してはヒラリーはうんみたいな感じで、で他に問題いろいろあるんですけども、ちょっとこれは後ほどちょっとその時のあのディベートの画像を見せながらちょっと説明していきますね。で次にトランプのトランプなんですけどもごめんなさい、もうこれ面白くて、あの最近出たんですよ、トランプのあの妻みたいな、元妻だったかな、ちょっとそこあたり何時もちゃんとしっかり見てなかったんですけど、あの何時こうなんかこうあのニュースを読んでる時に、このズバリこのヌード写真がいっぱい出てきてですね、わーみたいな、これ誰みたいな、まあ綺麗な方ではあるんですけども、どっかヨーロッパの方だったと思うんですね。でもうとんでもない、はい、まあ綺麗な方ですよね、ちょっと胸をさしてしまいましたが、はい、ということでナンシーも今日ロシア人に見えるって言われたので、このちょっとこういうあのロシアのちょっと踊りをしたんですけども、はい、それはスルーしてくださいということで、こういった写真も出てきて、まあ払われたんでしょうね、きっと妻が君のヌードを出したらすごい払うよみたいな感じで、ニューヨークのどっかの記者にあのこうあのお願いされて OK みたいな感じで、ヌード写真がもうとんでもないことになってるっていう、はい出してるんですけども、すごいですね、しかし、はい。でまあトランプ他にもいろいろ、これはただ単にちょっとそういうあの性的なゴシップネタなんですけども、はい、こういうことがありました、とんでもないですね、だから両方もうどっちもどっちじゃんみたいな、だからそれぐらいのこうなんかネタが両方とも出されるので、これが面白いですよね、アメリカ、はい。ということでもうネタでいくと、
これなんですけども、これ YouTube の動画でちょっと見てたんですね。でトランプ、まあトランプのいい部分はっていうことで、なぜかトランプの悪いところが多いせいか、いい部分も説明があったんですけども、ヒラリーがなかなかですね、いい部分の説明がそんなになくて、うん、でも悪いところの説明もあんまりなくて、そう考えるとトランプの方がぐいぐいこういろいろ情報が出ていって、まあ素の状態、自分の本当の姿の状態でこういろいろディベートとか話が出ていってるから分かりやすいのかなと思ったんですけども、トランプはまあそのビジネスマンっていうことで、すごいこう交渉がうまいっていうところが一つのいいポイントとされてるんですね。ですごい性格的にパワフルであるために、もう見ての通りみたいな、ちょっと顔みたいな真似、はい、見ての通りすごいパワフルな方なので、まあ、アメリカの国としてこう代表していただくと、こんだけパワフルで交渉がうまければ、なんかもっとこうグイグイいけるんじゃないかなっていう、世界的にですね。だからそこがプロスですね、いいところ。でもしかし悪いところが、これ面白くて、自分が一番、うん、アメリカのことは考えていない、自分のビジネス第一で嘘ばっかで、本当のそう、ファクトチェックってあるんですけども、皆さんファクトチェックって、まあ英語で多分日本語の記事ってないと思うんですけども、ファクトチェックってすると、真実のその本当の数字がこうバーって出てくるんですね。このことはこういうふうな説明があって、このトランプが言ってることはこれは実際にこうだとか、こう説明が載ってるサイトがあるんですけども、こう大統領同士でこういうふうにディベートするときって、そのファクトチェックって確認するんですね。実際のこう、まあ、自分が大統領になったらどんだけ税金をこうカットするかとか、そういった数字がバーって並んでたり、この方はこういうことを言ってたけど実際はこうですよっていうファクトチェック のそういうサイトがあるんですけども、クリントン、ヒラリーの方はちゃんとファクトチェックをして彼とこう喋るんですね、ディベートの時。しかしトランプっていうのは、お前こうだろこうだろみたいな感じで、ヒラリーは常にファクトチェックしてください、確認してくださいみたいな感じでずっと言ってるんですね。ファクトチェックをしないっていうのですごい有名です。で 20% そのファクトチェックをしてないがために、その失業率が 20% とか意味わからないことを言ってですね、結構皆さんに指つつかれて、君ちゃんとファクトチェックしてないなみたいな感じで言われてるんですね。そうなんですよ、はい。ということで、で次にまあこれ多分皆さん日本でも多分トピックにされてると思うんですけども、イスラム教とその ラテン系の人たちに対しての爆弾発言があまりにも多すぎて、一つ面白い話が、ナンシーツイッターで上げたことあるんですけども、こうトランプがみたいな感じでこう壁を作っていくこう漫画の画像があるんですよ。ナンシーここで見せたかったな、その画像があるんですけども、壁をこう作っていってるんですよみたいな感じで、で彼は要するにメキシコとアメリカの間に壁を作るとか言ってた発言があったりですね、ラテン系のそのアメリカに入ってくる人たち、まあ、メキシコとかその南米から入ってくる人たちを完全にもうブロックしたいみたいな発言があったりして、すごいワイ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 騒がれてるんですね。だからこういう人が、まあ、アメリカみたいなその人種差別をなくそうというメインでこう考えがある国でですね、まあ、いろんな人種がいるので、その中でこういった大統領になったらやばいんじゃないかみたいな感じで皆さん結構ブーイングをしてます、はい。でもそれに賛成してる方ももちろんいるんですよ。それはレッドネックスって言って、レッドネックスって何っていうのはこうこれ言ったら多分白人に怒られるんですけども、レッドネックスっていうのは首が赤い、まあ、赤い首ですよね。でどういう意味かというと、日焼けをするときにですね、白人のその、まあ、農業とかしてる方もうちょっと悪い言い方で言うと、アメリカのそのちょっとまあ、教育をそんなに受けていない方が火に当たって赤くなる、首が赤くなる。だからレッドネックスっていうのは、まあ、要するに、うん、ちょっと勉強してない白人たち、はい、そういう方たちにはウェイみたいな感じにされてるので、ちょっと右寄りの感じですよね、完全に、はい。で次に、まあ、今までの彼と付き合っている方の、まあ、投資家たちからの噂によれば、もう本当に信用できない、
で、あのそういう仕事もしたくないし、あまりにも性格はひどすぎるみたいな感じでいろんな情報が流れてます。なので、あの、まあ、投資家としてはそういうふうに、あの交渉が、あのいいと言っても、こうやって付き合いができない方っていうことはあんまりよろしくないかなと思いますよね。もう戦争になりがちな、ね、アメリカになるんではないかっていうのが皆さんの不安だと思います。はい、で次にヒラリー・クリントン、はい、ヒラリーなんですけども、ヒラリーはあの、まあ、いいところで言うと、今までずっとあの内閣院、その、あの、法律とかその政治団体にずっと入ってたので、すごいあの、まあ、今のキャリアがありますよね、ずっと。だからしっかりしたそのルールの中でこうアメリカをこうリードしていけるんじゃないかなっていうことを言われています。はい、で、悪い部分は嘘、彼女も嘘があるっていうことで、あの結構なんかこうあんま信頼ができない部分がある。で、また damaging than others、 あの彼女の方がダメージを及ばす可能性が高いということで、おそらくこの意味は今そのオバマ の、 あの大統領ですよね。でオバマの間も彼女もそのあのオバマの下で働いてたので、その中で彼女のこうやってきた内容、そのこういう風にしたい、ああいう風にしたいっていう、その大統領の命令とかありますよね、こう希望とか、こういう風にやっていくぞアメリカみたいなことが達成できてなくて、全然うまくいかなかったんですよ、その保険の内容とかいろいろあるんですけども。だから結局彼女はそういうのが一緒のグループにいたので、まあ達成できないんじゃないかなっていうことで、あんまりそこはあのなんていうのかな、信用されてないというか、また一緒のことでダラ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 いくんじゃないかなっていうことで、ちょっと微妙な目をされています。はい、皆さん大丈夫かな、ついていけてるかな、もう眠たくなってきたかな。はい、ということで以上です。これは一つ、はい、終了ということで、次、はい、これが面白いんですよ、ちょっと待ってくださいね。で、画像がちょっとなかなかないんですよね、面白いので。このディベート、もうナンシーこれ最高だったね。もうこれは笑いすぎました、ありえないぐらい笑いました。で、まずはですね、放送できてるかな、ちゃんと CPU 大丈夫かな、大丈夫そう、はい、ということで、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、やっぱりちょっと戻す。はい、このディベート、この時はですね、何を言ってたかというと、クリントンは、はい、まあクリントンはその、いや違う、トランプ、え、ちょっと違う、トランプが、あの僕が大統領になったら、まあこういう、あのなんていうのかな、大きい企業のためには税金をカットする、君にはもうそういうことが頭にないからもうダメだみたいな感じですごいグイグイ言ってたんですね。で、僕が大統領になったらもうカットして経済が良くなるみたいな感じのことを言うんですよ。そしたら彼女は、いや私がまあ大統領になればそのカットとかはせずに、あの結局はその主にお金を儲けているそのトップの人たちだけにその税金を、高い税金を払わすっていう、そういう考え方なんですね。で、それに対して彼はやっぱ投資家であって、自分もビジネスマンなので、それはダメだみたいな感じで、で、あのいろいろ彼も攻撃、その内容についてするのかなと思ったら、ここが面白くて、あの君はISISに対、あの自分のホームページでISISに対してどうやって攻撃していくか書いてるだろうみたいな、それはマッカーサーが怒るぜみたいな感じのことを言うんですよ。みたいな、話どこ行ったのみたいな感じで、何しも爆笑してですね、だって今税金の話をしてるのに、なんか急にISISの話になって、そのあのイスラム、あのそのまあその何ですか、ISISに対して彼女は要するに自分のホームページにこうやって、あのまあ、あの今のそのISISの問題をこうやって改善、あの解決していきたい、こういうふうに戦っていきたいっていう内容、プランニングを書いてるんですね。それに対して彼はその税金の話の間にそれを投げ飛ばしてですね、マッカーサーは喜ばないぜ、君のそのやり方だってみんなに見られるじゃんみたいな、そういうことが言いたかったんですね。そしたら彼女は、まあ、書いてるだけマシだしみたいな感じで返答して、まあずっとそれで、君はあの自分のそのクリントンはずっとそのまま永遠に戦ってるつもりでいるんだろうなみたいな感じで、彼はまあ最後に
戦い続けるだろうな君はそのようにみたいな感じで締めくくったんですけども、彼はまあおそらくグイグイ俺だったら行くし、もう完全にお金、そのアイシスにお金を流すのもストップするぜみたいなことを多分彼は言いたかったんですよ。彼はもうグイッとそこをもうカットしてですね、完全にアイシスを多分めちゃくちゃするんじゃないかなっていう予想がついてますね。はい、ということでスクールさん、ナンシーすごく面白いよ、後でナンシーにボーするよ。スクールさんありがとうございます。本当ですか、内容わかりますかね。ナンシー飛び飛びなんですけども、面白いところだけちょっとピックアップしてるので、はい、でこれもボー、このディベートは終わりですね。え、ていうかもう結構話したな。皆さんもしんどいですか？まだ言っていいですかね。で、まあトランプは先ほど言ったように、もう本当に大きな会社のためにはタックスをカットしたい。はい、で仕事が増えるだろう、その方が、ヒラリーみんなにいいんだこの方が、みたいな。でしかし今のままじゃみんな外にもうこう投資家たちがアメリカから出ていってるんですね。お金も出ていってるんですよ。だから誰かリーダーシップを取らなくちゃダメだ、ヒラリー君にはそれができないだろう、みたいな感じで彼はうんみたいな感じで言うんですよ。そしたらヒラリーにはリーダーシップがないからな、みたいな感じで、そしたらヒラリーがん？ああ私のせいに全てするの、みたいなまあ私の全てのせいにされてるから皆さんちゃんとファクトチェックしておいてください、みたいな感じでまた言ってるんですよ。そしたら次にですね、彼がなぜそれを言って悪いんだ、みたいな、そんなもちろんだろお前が、そんなお前のせいだ全部、みたいな感じで言うんですね。そしたら彼女がまあ結局私がしたいことは主にお金がある人から税金を取る。で、まあ、あなたのやり方でいくと、まあ、家族にお金が入るように考えてるよね、みたいな。だから自分一番に考えてる人のためには私は別にプレジデント、何ですか、大統領になるつもりではないしって。で、上の者が有利になるっていうのは間違っているっていう感じで彼女は言ったんですね。そしたら彼が彼女みたいな人のせいで状況がやばい、この国はやばいぞ、もうヒラリーはやばい、みたいな感じで、でひどい彼が言ったこと、この後面白かったんですよ。今度その金利を上げるっていう放送ありますよね、フェッカで。アメリカの中央銀行に対して彼はこの時に言ったんですけども、中央銀行は今隠してるけども、この国はこういういいバブルじゃなくて悪いバブルが悪化する手前だって言ってるんですね。でこれちょっとポイントなんですけども、今回ちょっとナンシーも結構社内でいろいろ聞いたところ、なんかまあテクニカルで見るとまあ、ドル円を見ると下がる、下がりそうだよね、みたいな、下がる方向向いてるよね、みたいな感じで。でこの選挙結局どうなるかっていうと、選挙の放送後っていうのはおそらくドル円が売られる、トランプになったら売られるのはもう多分売られるだろうっていう予想されてるんですね。なぜかというとかなりリスキーな人ですよね。アメリカをどのように変えていくか分かんないし、想像もつかないぐらいやばいことになるかもしれないので、彼がなると投資家たちはドル売ろうみたいな感じで他の投資にこうお金を突き削ぐっていう感じで考えられてるんですね。でヒラリーになれば、まあ上がるのかなみたいな感じなんですけども、彼曰くですね、下がる、もうアメリカはやばいみたいなことを言ってるんですね。このままだったら彼女がなれば相当もっとやばくなるし、今の中央銀行もやばいみたいな感じですごいこと言ってました。で仕事してない、彼が言ったのは中央銀行は仕事してないみたいなこともコメントしてて、政治性を持って仕事をしているので、そのお金的なビジネス的に本当に中央銀行の役目としてして仕事をやり果たしてないみたいなことを言ってましたね。そうなんですよ。だからみたいな、彼そんなこと言って大丈夫なんかなみたいなことを言ってました。はい、でその後に彼が言ったことをまた話を飛んでですね、次お前3万3000件のメールを流せみたいな、白状せみたいな感じで言い出すんですよ。でそれは何なのかっていうと、本当は何ですか、アメリカのすごい大統領とかつながってこう仕事をしている方は皆さん自分のメール、プライベートメールは使わないんですね、会社内で。は
はい、で彼女は使ってたんですよ。でそれがすごい問題になって、この問題もすごいいろいろ話があるんですけども、彼女はそれをきれいにブリーチ、きれいにもう削除したんですよ、完全に。でこのやり方も絶対お前金かかってるやろみたいな感じですごい言ってるんですけども、そうなぜなのかなみたいな。で彼女はディベートの中で、私はただにヨガについて、まあ、あの娘とやり取りをしてたとかなんかいろいろ言ってたんですけど、ヨガで3万3000件もあんのかなみたいな、ちょっと不安になりますよね、アメリカの一員としてなのでまあいろいろありました、そういう内容が。はい、皆さん大丈夫ですか、ここまで。でラストスパーク行きたいんですけども、いいですか、行っちゃっていいかな。またコメントください、もうやめれとかなんか言っていただければ、何しやめて、あの今日は店じまい しようと思うので、はい。ということで、これがもう最高の最高の動画、皆さん本当に英語の勉強したいと思って、ちょっと難しいかもしれないんですけど、早いし、でも本当にこれ字幕付きあれば見てください。このディベート3回目の多分ディベートだったんですけども、これは何しも傑作で、もう面白すぎました、びっくりしました。で先にですね、このトランプから始めるんですよ。で君絶対わざと消しただろ、あの3万3000件のメールみたいな、またそっからスタートするんですね。で彼女はうんみたいな。でメールのことはごめんって言うんですね。そんな別に大した内容はないみたいな感じで。で君が一番謝るべきはアメリカに謝るべきだ、もう君はな、そのメールを消去したことについて、3万3000件のメール、もし君の状況を確認して、もしエキスパート、そういう情報を検索するエキスパートを本当に雇ってでも君をその中身を暴いてやるみたいな感じで言うんですよ。でブリーチしただろう君、それは高くついたはずだみたいな感じですごい言うんですけども、そしたら彼女が全て彼が言ってることは嘘みたいな。で、ファクチェッキング、またさっきのファクチェッキングなんですけども、ファクチェッキングが彼にはできてないみたいな。で、ファクチェッキングみんなしてくださいねって、本当の内容、嘘かどうか本当の内容を必ず確認してくださいみたいな、すごいスムーズに言うんですよ。はい。あ、クーさん、面白い。ありがとうございます。で、ブッチは面白いから続けてください。ありがとうございます。ヨシさん、OK、続けていいよ。ありがとうございます。ああ、みんなから OK サインもらったので、いきますね。で、彼女はもう、ファクチェッキングしてみんなみたいな感じで言うんですね。で彼みたいな方が、アメリカのその法律関係に握ってなくて本当に良かったわって彼女が言ったんですよ。はい。そしたら彼が、そうだったとしたら君を刑務所に入れてるさって言うんですね。私キャーって思って、もう本当にびっくりして、へーみたいな。もうこれでみんな私のもうそのうわって笑った時にはみんなヒューみたいな、アメリカ人がフーみたいな感じで言ってるんですよ。そしたらもうなんかホストがいますよね、そのディベートのその人たちが、皆さん君たちがそういうヒューヒューをするとこのディベートが長く続いて意味なくなるからやめてくださいみたいな感じで言ってて、でもみんなそれでもヒューみたいな。これでこうここに例えばですね、ストリートファイターズ、ちょっと古いかもしれない、鉄拳でもいいです、ここのあたりですね、ゲーマーとしてもしこうエネルギーレベルがあると、ここヒラリーだんだんこう彼に言われてちょっと減ってるんですよ。その後にもヒラリーにズバリ言われてブワーって減ってるんですよ。でも最後の、君を刑務所入れてるわ僕だったらみたいな感じの時にもピュンってここなくなりましたね、完全エネルギー飛びました、うわーって思って。でなんしこのディベートのせいでトランプ派になってしまったんですね、その時はですよ。でもやっぱりちょっとトランプになったらちょっとあまりにもですね、状況がもうすごすぎてもう想像つかないので、それこそブレクシットありましたよね、イギリスの6月、ヨーロッパから離れるかどうかっていうイギリスの選挙ありましたよね。それと一緒でどうなるか想像できないので、トランプは私はやりたくなくてヒラリー派なんですけども、面白いのは彼なんですけども、ヒラリーなんですけども、でももしかしたらブレクシットみたいなことになるのではないかなと思って、トランプになるのかなってちょっと不安になってきました。はい、以上です。はい、その他あるかな、ここにタイムラインがいろいろあるんですけど、他にもいろいろ
面白いんですよ。クリントンはすごい計画的にですね、2014年からこの選挙に向けてすごい用意をしてて、で2015年7月に、まあ、ラテン系の人たちに、私はあなたたちのためにいるんだよみたいな感じのキャンペーンをしてきました。でソーシャルメディアを利用してトランプはキャンペーンを行ったのが2015年の9月。まあ、彼はすごいテレビ局とか関係があるので、彼はうまいことこう放送していくことができるんですね。で2015年の10月トランプに対して、まあ、ちょっとしたラテン系からもう彼は絶対ダメみたいな感じの動きがあってですね、本当にもうトランプは絶対ダメ、ヒラリーにしてみたいな感じで結構はいこう動きがあったんですね。で2015年の12月イスラム教に対してトランプ結構やばいバッシングをして、本当にまあ、イスラム教の人からするとみたいな感じの驚きなショッキングみたいなことのちょっとコメントをしたんですね。で、2016年1月 61%、 これ面白いんですよ。 61% はトランプが宗教に対して素直にこうみんなと共有してるから、それに対しては好意を持てるっていう方が 61% ですよ。すごくないですか。なんしこれびっくりしました。だから彼に対してその宗教的に本当にそのまま正直に言えるっていうのは素晴らしいことっていう風な見方してる方が多いみたいです。だから結局正直さで勝ってるみたいな部分があるかもしれないですね。ボロがおもろに出てるので。で2016年の2月にラテンに対してそうラテン系の人に対してですね、そのトランプがあまりにもひどいことを言った中で、牧師さんが、どこの牧師さんだったかちょっと忘れたんですけど、が君それちょっとダメだよみたいな感じのちょっとまあトランプ対牧師さんみたいな感じの言い合いがあってですね、多分宗教的にキリスト教の人からするとわーみたいな、カトリック系からするとおいみたいな感じで多分怒って、そこでちょっとまあトランプライバルを作ったのではないかなと思うんですけどね。結構で次に2016年の4月に過去でまあこれ面白い記事があったんですけども、過去で一番最強なアメリカ選挙、なぜならばそのどっちも投票したくないってこれだけ人が多いのは過去最高っていうことで、もう私と一緒の考えでどっちも嫌だみたいな感じの方が多いそうです。で5月11日クリントン UFO を信じるっていうことで、彼女どうもそのアメリカのなんか国家秘密みたいなところも、もうそういう UFO 系に対してそのエイリアン系に対しては流そうぜみたいな感じでなんかコメントをしてたそうです。だからみたいな、これはナンシー結構知りたいんですよ。ナンシーあれ好きなんで、なんだったっけ、 X-Files 大好きなんですよ。なのでちょっと楽しいなみたいな、はい。ということで、あと5月11日トランプ、はい、トランプの税金払ってないぞあいつみたいな騒動がブワーって広がってですね、ニュースが広がって11月の8日今日ですよね、今日までにそのちゃんと税金納めるあれをしなかったら彼やばいみたいな感じで、納めたのかな、このニュースはちょっと見てないんですけども。で5月26日にクリントンのメール騒動ですね、33,000件、多分それぐらいだったと思いますが、削除されたみたいなニュースで騒動になった。で5月の26日あそれですね。で6月29日に面白いんですよ、トランプお金がちょっと貧乏になってですね、取引しすぎたわけではなくてですね、彼の場合はこのキャンペーンにお金が必要になって海外の方にお金ちょうだいって言ってたそうです。それで引っかかって君それダメだって言ってバッシングされたんですね。でもういよいよ明日ですね、明日何時かちょっと報告忘れたんですけど、選挙の結果が出るということで、朝の6時だったかな、それぐらいだったかな、なので本当にドキドキですよね。どうなるんかな、皆さんどういう考えですか。トトさん、昨日窓を開けてドルが上がったの FBI がメール調査をやめたと言ったのと関係あるのですか。昨日のそうドル窓開いてましたよね。何しもこれすぐ結構埋まるのじゃないかなって思って、実はですね選挙の時に埋まるんじゃないかなって何しは思ってるんですけどね、一旦下がって。でもどうなんですかね、それははっきり言えないとこですよね、言えないところなんですけども、多分メール調査とはまた関係ないんじゃないかなと思うんですけどね。でも要するに彼女は、まあ、問題なく
もう本当に問題あるようなメールはなかったよっていうことだったので、もしかしたらまあドル円が買われて、あ、そしたらヒラリの可能性が高くなったかなって思ってドルが買われた可能性もありますね。しかしこれとは判断ちょっとつきにくいです、ナンシー的にも。でも面白いですよね、トトさん。確かにトトさんですね。トトさんって私いつも言っちゃう。はい、ということで以上です。どうでしたか、ナンシーレポート、ゴシップ話重ねてヤバヤバ発言暴露放送。はい、ということでどうしようかな、ちょっとパパって取引するか、もういいよナンシー今日はお疲れみたいな感じですかね。またちょっとコメントいただければ、あと皆さんの指標発表の時にどういった動きになるかって予想していればぜひチャットでコメント欲しいくださいじゃない、欲しいはい、ということでどうしようかな、しかし面白いですよね、本当にこれほど面白い選挙は多分今までなかったですよ。まあナンシーがこの年にやっとなってですねナンシーこれ最後のネタなんですけども、ナンシー実は選挙行くんですみたいな感じで先週言ってたんですけども、投票しにナンシー調べたんですよ、月曜日に真っ先に。そしたらなんと10月25日締め切りみたいな、えみたいなナンシーいつも遅いんですよね、こういうの。そうなんですよ、いつも遅いんですよ、ちょっと遅れてるナンシーみたいな。はい、トレードが見たいです。そうですか、ではトレードをしましょう。はい、どうなってるんですかね。ナンシー今日負けたんですよ、5万円も。今月はプラスなんですけども、今日初めての負けだったと思います、多分今月初負け。あ、くしゃみが来ると思いました。あれ、これ売りたくなるごめんなさい、これはルール通りじゃないので無視してください。何を使おうかな、ボリバン軍を使おうかな。あ、いい感じでしたね、でもなかなか。でもちょっと戻るかもしれないけど、とりあえずボリバン君を使いましょうか、今日は。オージードル、ダメだな。ユーロオージー、ユーロカタティアンドル、ユーロスイスフラン。お、ちょっと、ボリバン君だけを使ってちょっと取引してみます。本当にボリバンだけ。前やった時に、やっぱ 50% ぐらいだったんですよね、ボリバン使っても。だからやっぱり他の手法との組み合わせが一番大事なんかなって思いました。って言いながらボリバンだけを使ってる。ダメだな、ナンシー。そしたら他を利用していきましょうか。だから本当にテクニカルっていうのは一つだけじゃやっぱ物足りない感じがしますよね。やっぱ二つぐらい使った方がいいと思います。これ完全抜けてるので、ナンシーも取引しないときます。で、ユーロ円。ねえ。これ取り戻さなくちゃ。今日調子本当に悪いんですよ。本当に悪いんですよ、ナンシー。ナンシーだけかな、調子悪いの。今でちょっといくら負けてる ?1 万。でもこれなんか戻ってきそうだし。いや、でも。戻ってきそうにない。ちょっと RSI 見てみよう。いや、戻ってくるだろう。下がってきたし。66? まだ70まで上がる可能性あるな。ちょっと様子見よう。さっきの、そしたら OG 円もタイミングじゃないですか。もうそろそろ、もしかしたら。マジで?RSI 的にはどうなってるの。いや、本当に取引うまくいかないときはあっさり逃げるみたいな、それがもうベストですね、本当に。我慢できないなんし、いや本当にこれちょっとまずいわ、これでやめようかな。で、ドルスイスフラン。こんなに上がるの?ちょっと見よう。
スクーターさんナンシーもっとおしゃべりして、え、トレードかい、スクーターさんそうなんですよ、トレードやっぱやめます、今日本当に。え、いくら負けた今ので、だって1万2000円とまた1万2000円でしょ、3万4000円、おーのー、真面目に34,000円、34,000円か、それはでかいな、ちょっとしっかり考えよう、まだするのみたいな、うん、します、ちょっと CCI つけてみようか、101、そしたらもういいです、これ最後にします、これ本当に最後、ナンシーのママから連絡ありました。はい。よし。もうこれでやめます。本当に。5万ってでかいですよ。本当にでかい。これで負けたらもう今日は終わります、ナンシー。ナンシーちょこっとトレードです。ではでは。残り36秒となりました。ナンシーママなんか強制の話してるな、何のことか、そうナンシー昔強制してたんですよ、で下の歯がすごいガタガタになって、こういう風なライブ放送してるとすごいガタついてる歯が気になりだしてですね、ちょっとやろうかなって思って、下の歯やっぱ女子は歯命ですよね、昔なんか見たことあるな、そういや芸能人は歯が命みたいな、なんかそんなコマーシャルなかったですか、何し何かで見たことあるんですよ、なんか友達の家行った時になんかいろいろビデオ、日本のビデオを見させていただいて、あ買ったやった、その時になんかそういうなんか CM 流れてたな、そういや、はい、ということで以上です、皆さんどうでしたでしょうか、ということで今日はこれぐらいで、はい、ナンシートークを終わらせていただきます、一応勝てたな、戻せたな、残機。でもやっぱり今日はちょっと分かりにくいかな、ナンシー的には。てか、やる気がないんかな、ちょっと頭が麻痺してるんですよ。はい。ゴシップネタで。ということで、以上です。皆さん、Thank you very much for watching. で、また、チャット、チャットにコメント入れないようにお気をつけくださいまし。というのは、このチャットなんですけど、ナンシー、ライブ放送の後はちょっと10分間ぐらいは見てるんですけども、その後もう完全に見てないので、コメントいただいても、それが、キャッシュバック、もらいたいっていう方はですね、ブログの方にコメントとして残してください。はい。そうしなくちゃなんかごちゃごちゃになるので、ごちゃごちゃは嫌ですよね。はい。キャッシュバックもらいたいので。はい。以上です。ということで、Thank you very much for watching! では、See you next time! ということで、本日は木曜日ですね。あと、木曜日は何になるかな、木曜日はまた明日考えます。はい。でも、ファンダメンタル的な今日みたいな放送ではなく、テクニカル的な放送になると思います。ということで、楽しみにしといてください。では、Thank you for coming and watching! See you next time! Goodbye!